じゃあ戻してください。なんかほんと座ってるだけで汗出る感じあります。で、なんか一番思ったのが、はい、なんかメンタルの部分で、なんかやっぱりなんだろう、悪いことされてるなって、その受け答えとかでも分かるんで、うん、それでさらに、ああここはこうな気がするみたいのもすごい強いです。まあ、今の感覚で言うと、体の使い方が下手くそになってる状態なんで。そう、だってさっきも膝ぶつけましたもん、ここに。びっくりした。ぶつけてました。ぶつけました。ね、久しぶり。じゃあ次は良くしていく。お願いします。ということで。はい。はい、でまあ、改めて状態の確認ということで、確かにそう、まあ、今極端に悪くした状態なので首がこうねじれてくれてこうなってそうダメですよこんなの。あ、よかった、先生の本来の姿が見れる。そうで、骨盤の位置としてお腹に力を入れなくしたんで、うん、まあ、座骨というよりか、ね、こう尻尾の骨、はいはいはい、で後ろ今座ってる感覚分かります、尾骨、そう、そこで座っちゃってるっていうので全体重今ここに乗っかってます。あ、腰だ。そう、ここでしか支えてないから、うん、基本的にここに負担が今来てますよって状態。なるほど、はい、で足も、わざとね、さっき実験のためにやりましたけど、そっか、体って全体的に負担流すけど今弱いとこに一点集中してるから、そうそうそう、腰、首と足のふくらはぎとか。そうです。わー、分かった、学ぶね、ちゃんと高橋は。はい、はい、じゃあテーピングまず始めましょう。はい、はい、お願いします。本当に何ですかこのテーピング。俺だから壮大な整体師乗りツッコミだよ。これをこうつけて、そう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 、やっぱ赤野郎みたいな、剥がすみたいな、面白いな整体師バンド。ねえ、こんなのつけたらね、爪痛くなっちゃいますからね。爪痛かったですよ、ずっと。爪はもう、 それはどうなんだろうって関係あんのかなと思いながら。そう、まあよくね、爪の感覚ってセンサーになってるんで、うん、鋭いですよね、うん、めっちゃ。そう、だから爪剥がされちゃったりとか、爪の感覚わかんなくなるとフラフラしちゃったり、手もね、力入んなくなったりするんで、まあ、だからなんか爪も整体なんだろうね、ちゃんと。まあ骨ですもんね。まあそん、まあ、東洋的に見たら筋肉に。へぇ、ごめんなさい、いいな、ごめんなさい。かな、東洋にね。東洋にごめんなさい。いい、なってくる、なってグルメだ、なってグルメ。はい、じゃあ行ってきます。小峠来て。じゃあ仰向けで、はい、はい、よいしょ、はい、で、まあ、さっきも言ったんですけど、ここ上がってたりとか、うん、ふくらはぎ張ってたりとか、うん、あ、さっきより張ってますね、だいぶ。忘れてんだもんな、自分がしたこと。大丈夫ですか。いや、結構やばかったと思う。あ、なにこれ、面白い。そうですね、いあ、痛い、これ痛いでしょ、痛い、うん、あ、痛い、痛い、これ痛いって言ったら痛い、逆整体やってません。痛い。まあ確認だけしといて。いや、そうだよね、だってこれ痛いと胃が悪い、痛い、痛い、痛い、胃が痛いの。そう、胃が悪かった。へー、あ、そうなんだ。いや、普通にこれも楽しみに来たのよ、そういえば。そうだそうだ。あ、親指の爪も痛かった。そう、これ肝臓。お酒飲んでないのに。そう、肝臓はお酒以外でもね、たくさん疲れることあります。あります、あります。なんすか、例えば。まあ寝不足だったり、食べ過ぎだったり、ストレスだったり、目の使いすぎだったり。全ポキ、全ポキ、今全ポキだった。パーフェクトでした。まあそんな感じかな。うわ、うん、よし、胃と肝臓か、はい、楽しい、整体。これこれ。まあ、もともと体ってね、良くなろうとする力が働くので、うん、これ、エンディングの言葉だわ、今の。それを私たちはアシストしてあげるのが私たちの仕事ですって言ってましたね。いいこと言うなぁ。いいこと言うぜ。はい、あ、気持ちいい、お、今ここまでしか曲がらない、曲がらないし、これはもう長年の悩みだから、もう無理ですね、絶対。そう、まあ、あの骨盤が開いてると股関節がうまく動かなくなったりするんで。いや、まさかな、イワシグモのツッコミとボケがな、こんなことになるなんて。イワシグモ、あの、僕ら高校で漫才のコンビ組んでたんです。ええー、
先生。そうですね。そんなことありましたね。先生とそのシュンシュンクリニックピートの即興コンビみたいな中学校の同級生なんです。そうだね。で高校離れ離れになったけど、あのハイスクール漫才っていう大会に2人で3年間出てましたね。楽しかったですね。ああ、よかったです、ね、でも僕がネタ書いて、そうね、そう覚えてもらってスタイルだったんで全部任せましたね。うん、その当時からずっとそんな感じ。大学入ってもそういう相方と組んだし、うん、そして一人になってでしたよ。でしたよ。元気でしたか？あ、元気元気。あら、高橋くんの活躍ね、YouTube で見てました。いえいえ、すいません、なんか、なんかすいません。イワシゴモって一回も出さなくて。いや、出さなくていい。別に。いろんな肩書き出したことあるけど、イワシゴモだけは出した。出すほどか。すごいんですよ、ハイスクール漫才で。東北北海道の準決勝に進出したんですよ。ありましたね。そう、一回あれって、その大会で1位になった人だけが上がれて、あと他はビデオ審査で。あ、そうなんだ。え、そうなんですよ。そう、あ、さっきよりどっか。あ、曲がってる。大丈夫。すげえ。いや、辛くないね。うん、骨盤ですね。あ、骨盤ね。あ、どうぞ先生。そうね。いや、あ、何でしたっけ、ビデオ審査。そう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 、ビデオ審査。その彼女とナムコのゲームセンターで遊んでる時に電話かかってきて、通りましたって言って、でそれこそ仙台のイオンモール名取に今住んでますけど、僕仙台。へえ、そっからは知ってるはずでしょ。いや、それは知らなかったよ。ああ、住んでるのね。仙台住んでてイオンモール名取で漫才したね。へえ、いや、そこは知ってるでしょ。あ、それは知ってる。当時とは逆になっちゃいまして。悲しいことじゃないから。いや、すげえ。あ、これ小腸とか。そうそう、なんかしれっと内臓触ってきてるんですよ。うん、やっぱ声帯って本当に動かしたことない方に動かされる。おお、でも本来の動き出してるだけなんですね。へえ、あ、そうなんだ。はい、まあ、それを次第にしなくなってくるから代わりにここでいっぱい動かしてあげるっていうことなんですよ。もう多分俺が言うこと全部合ってるからもう言い切りますけど、こっからは。そういうことなんですよ。で、私たちはもうそれをアシストしてあげるっていう、その人間の治ろうとする力をアシストしてあげるっていう、そういうやさっと、そうなんです。きたきた、これです。僕がどっちかというとぽいなと思ってたの。うん、これ、そう、頭蓋骨の感じ。うん、あー、すごい感じ。なんか硬さ違うじゃないですか、これ。はいはい、こっちとこっちで。そう、なんで、こう、なんか脳の傾きが関係してるみたいですよ。めっちゃ怖い。うん、めっちゃいそう。助けて。助けて。死んじゃう、その YouTuber として。あれ、カブト寝た？いや、これ寝てないよ。アルファ派で寝てない。 BGM かけます。やめてください、引っかかっちゃうんで。よっしゃ。うん、で、まあ、じゃあこれ普通に普通に患者さんとして言うけど、もうだいぶここ柔らかくなってきてるから。あー、柔らかい。あー、しかも前よりいいわ、絶対。そうで、もっと良くなるんだけど、はい。声さ、患者さんになっちゃった。うんとね、はい、うんと基本的に食生活多分悪いんだろうし、はい、うん、うわ、分かるんだ。そう、保存量入ってるものとか。そんな詳しく。甘いもの食べ過ぎたなとか。いや、食べています。アイスとか好きなの？好きじゃないです。あ、じゃあ違います。誤診です。そうね。いや、でもお菓子とかいっぱい食べちゃうし。そう、アイス食べたね、そういえば最近ね。そうか、おととい。いっぱい食べたわ。一気に2個。だからラーメンとか食べてギリしない？
ああでもある。なんかね、なんかが俺内臓の苦手なんだなって最近思って、うん、なんか食べるとお腹壊すなみたいな。そうでしょ。あります。だからもう一回休ませてあげた方がいいですよ、人。へえ。現代人食べ過ぎなんで。あ、なるほど。っていうのをちゃんと続けて、みぞおちがまず柔らかくなるようになった方がいいかな。みぞおち柔らかいと殴られても大丈夫なんですか。そう。え？いや、嘘。やば。嘘割りだった。嘘割り施術。えって言わなかったら絶対嘘って言わなかったっすよね。え、なんか膨らまし。何回か言ってました。ちょっと今言い動かしてますね。気持ち悪い、この胃を動かされてるの。そう。痛い。どことかないのか。ああ、内臓？うん。まあ今のとこだったら胃とかかな。これ肝臓ね。ああ、痛い。そう。あ、でも胃の方が痛かったな。おい、痛い。おー、痛い。はい。ツボできるんかい。痛い。いや、でももちろん逆整体のさっきとは全然違う。あーすげー、カリーカリー面白そう。んまあでも基本的になんかマットが出た面白そう。さっきの逆先生いませんでしたわー、さっきのあの自律神経を整えるっていうのが常に健康のベース。なるほど、うん、自分で健康を管理して人間として再生する力を強めて、で私たちは私たちはって言っちゃってるよ。その後押しをさせていただく立場ですのでって言ってましたもんね。そんな格好で言われてもちょっと面白いだけですけど。そう、我々はそんななくてもいい。変な宗教始まった。私たちがいないに越したことはないのでって言ってましたもんね。そんな感じになってた。やってましたっけ。そんなんでしたっけ。うわぁ、はぁ、ありがたい、人いなくて。出るよ、声これ。マジで、おぉ、痛い。本当に筋肉の隙間に手突っ込まれてる感じ。痛いじゃん。痛そう。痛いです。みんな声出さないですか。あ、出す人出すし。このぐらい。出す人は出すけど、出ちゃうよこれ。あんま気にしてないかな。まあそうっすよね。でこれ危険な感じするんだよな、すごい腰の、腰横にずらされてさ、はい、なんかここパキっていったらぎっくり腰になりそうみたいなあるじゃん、たまに。それされちゃってる。されちゃってんだ。そう、されちゃってんだって今ヨシキが言ったよね。今ヨシキが言った。今カブトが言ってなきゃおかしいセリフだったよね。そうです。カブトが言ってヨシキが受ける形じゃないと。すごいな。副解説もやってるんですね。そうなんですよ。ねえ、これはイワシグモのヨシキだわ。イワシグモ。再結成ですよ。再結成。ちょっと一回重く戻ります。はい。はい。お化けじゃん。
ていうくだりは毎回やってますよね、これね、お客さんにみんなね。お化けじゃないですか。盛り上がりますよね。もう全然盛り上がり、盛り下がる。だからこれがあの大腸とかむくんできて、イカ水ですね。そう、パンパンに張ってくると、当てますか、それ。俺、イカ水だと思うんだよな、めっちゃ。どうしたな。次のステージ。これがイワシゴマだ。これぞじゃないです。これが。お腹を引っ込ませると、股関節を動かせるようになるか、こうやって。なるほど。わかるとだ。へぇ。わあ、ちょっと時間がね、申し訳ない。いいえ、ありがとうございます。うん、この後も仕事頑張ってね。4倍ぐらいやっていただきました。多分逆整体してもらったから。確かにな、そうだな。うん、あ、すごい。おお、軽ー、マジで軽い。ほら。